皆さんこんにちは。新しく着任した私たち地域おこし協力隊の自己紹介をしたいと思います。5月から地域おこし協力隊に着任した神田美奈里です。移住コーディネーターを担当します。現在25歳で生まれは東京都足立区です。学生時代は部活やバイトなどをして過ごしていました。卒業後不動産会社に入社し営業をしていました。退職後地方で働きたいという思いが強くなったのがきっかけでこちらに応募いたしました。趣味は旅行と映画を見ることと散歩をしたりのんびりすることです。東京にいた頃はアウトドアをあまりしなかったので射水市で挑戦してみたいです。また農業や林業などの一次産業を体験してみたいです。以前より登山をしたかったのですが、富山県は山が有名だと思うのでしてみたいです。私は移住コーディネーターとして移住相談、移住イベントでの射水市の PR、SNS での情報発信を行っていきます。私自身も一移住者としての視点で取り組んでいければと思っています。私は6月1日から地域おこし協力隊として活動しています。国際交流コーディネーター陳慶徳と申します。私は台湾の台南というところの出身です。故郷は射水市と少し似ていると思います。大東市よりそんな賑やかではないですが、生活の近くが畑に囲まれていてちょっと田舎っぽいけれども生活の機能が良いと思います。私の趣味は料理を作りながら日本のラジオを聞いて仕事に多少役に立ちそうなニュースや知識を学ぶことです。週末にはジョギングしたりピアノを弾いたり映画を見たりします。小さい頃から日本の文化とアニメに興味があるので大学は日本語学科に入って勉強していました。日本についてより一層理解を深めたいと思い、卒業してからワーキングホリデービザを取り、ウェイターとパティシエとして働きました。日本のいろいろな文化を体験して、今後、サービス業に限らず、他の知識と経験をもっと重ねていきたいと考えています。国際交流の仕事は初めてですが、新たな挑戦をしていきたいんです。まず、射水市民国際交流協会が主催する国際理解の講座です。私が台湾の観光スポット、グルメ情報を紹介します。依頼があったら出前講座も行います。台湾の文化紹介や台湾語講座などいろんな内容を予定しています。また射水市とシリンクの総合の交流訪問事業の計画を知っています。それから日本語と中国語の翻訳や通訳を知っています。今は運休していますが、富山から台湾に直行便が飛んでおり、なんと富山は台湾から3時間30分と非常に近いです。射水市の皆さんに台湾の楽しい情報をたくさんお伝えしたいと思います。国際交流コーディネーターとしてさまざまな情報を発信するためインスタグラムを知っています。皆さんぜひご覧になってフォローしてください。これからもよろしくお願いします。これから射水市に貢献できるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。